この安養院は今から750年ぐらい前に開かれたという大変に古いお寺です。ですけれども、案外とリーフの先進性というものがですね、素直に受け入れられる、そうしたお寺がですね、率先してですね、環境であるとか、あるいは暮らしであるとか、そういったことにですね、提言していく必要もあるのではないかと。買い物に行ったりとか、あるいはいろいろな集まりがあるときに、車で行けるところは車で行きますので、そういうときにはだいたい率先してリーフに乗ってます。1年でだいたい4,000〜5,000キロというところですので、今12,000キロちょっと超えたところでした。車としての魅力はもちろん、そのエンジンはエンジンカーとしての魅力も私も長年乗ってましたので感じておりますけれども、エンジンを積んでないその車の、また独特の滑らかさっていうのは、もうこれは何にもちょっとこう比べることはできない一つの特徴だと思います。反応が早いっていうのは大事なことだと思いますね。アクセル踏んだ時の反応が早いです。ステアリング来た時の曲がりも素直ですから、気持ちよく曲がれるっていうのは、これはなかなか車としての魅力ですね。実際にチャージしている、コードをつないでですね、チャージしているところを見ると皆さん関心を示します。納車してすぐ東日本大震災が起こりました。私たちの生活が大きく変わりました。また考え方も変わりました。そうした中で車のあるべき姿をですね、もう一度私たちはやっぱり考えなければいけない。今は充電で賄っていますけれども、将来はですね、これを全て太陽光発電で賄えないのかなと思いまして、計画を進めています。電気で賄えるものは自分たちで発電して電気を起こして、そしてまたそれを使うっていう暮らし方が、これがいずれ必要になってくるんではないか、そのような気がいたします。自動車といえば電気自動車と言えるような時代がおそらく来るのではないかと思います。